見える？その木。来年の桜も綺麗に咲くとか。流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしく過ぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。三月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。卒業して一体何がわかるんだとか、思い出の他に何が残るんだとか。少なくとも俺にとっては、永遠に続くかのように思われた高校生活の終わりは大きなピリオドだった。大きなあくびをした後に、少し照れてるあなたの横で、新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。しないで。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。うまくはいかない学園祭はもうないの。そっか、それは残念だね。一緒に過ごした仲間の顔は忘れてしまっても、この魂に刻み合った絆は忘れません。みんなと過ごせて本当に良かったです。ありがとうございました。よし、じゃあな親友。それでは皆さんの高校生としての生活は以上をもって終了となります。みんな元気でこの日を迎えることができてよかったです。卒業してもみんな元気でね。